それでは、年金アドバイザー講座説明会の方を始めたいと思います。担当は、レック先人講師、社労士の大野です。よろしくお願いいたします。それでは、あの、ネアドのね、講座説明会を始めたいと思うんですけども、年金アドバイザーのその試験のね、特徴と、まあ、 対策講座を3級と2級で設定しますので、えー、レックの対策講座の特徴とね、えーまあ、そのあたりねお話ししたいと思っておりますで、えー、ちょっとリーフを画面に映しながら話の方をねしていきたいと思うんですけどもおあの顔がド,ドアップで映 <laughs> りましたけど年金アドバイザー、えー、2級3級の受験対策講座でで これはあの検定試験なんですよ、ねえー、銀行さんの協会がありまして、えー、銀行業務検定っていう検定試験をね、えー、銀行さんの組織がやってまして、えー、まあそのまあ検定試験のえ中にね、えー、年金関係の,その試験がえありまして。であの 2級と3級とあの講座の設定でしてるんですけども調べるとあの4級もあるんですね。でただあの4級に関してはものすごく基礎的な内容なんでレックの講座の方では、えー、2級と3級のみのね設定ということになります。でまあ全然あのー、こう大した話じゃないんですけどもこれね、えー、なんとなくこう画面見られてて。 なんで1級何年って思われた人いるんちゃうかなって思うんですよ。1級ね、えー、ないんですよね。だから、将来的にその1級の試験を作れる余地はあるということですね。でも、現状はあのえ、3級がスタンダードな試験で2級の試験がむちゃむちゃ難しいんで、2級より難しい試験ってどんな試験なんやろう？って思っちゃうんですよね。 で長年、えーね、こう2級3級でもう一つ4級というのをこう、えー、主催者は設定しててで講座に関してはもう2級と3級の、えーまあ、講座を設定してる、えー、レックとしてはねというところです。であのこういうその説明会した時に何かすごくあの皆さんからご相談ご質問を受ける話がありまして一番、まあ、そこはメインなんですけど今日。 今喋る話としてはね。あの2級と3級と。どっちにしましょうか？っていう相談がすごく多いんですよ。こう何度の差がですね。正直2級と3級の間の何度の差がすごく大きいんですよねえ。2級がそのオール記述の試験なんでむっちゃ難しいんですよ。で、3級は選ぶ試験やから割合取り組みやすいという面が。 ですからまああの初めて勉強される方であったり社老士の学習受験学習と並行される方に対しては3級をお勧めしてって2級に関しては社老士合格者のレベルもしくはそれに近い同等のレベルの方でもう3級合格されててね結構な実力をお持ちの方だとすれば えー、2級ななのかなっていう気はしてるんですけどねただあの後ほどまた試験の概要をしゃべる時に出てくるんですけどもあの同じ日に試験やるんで3月の試験に関して言うと、えー、同じ日に3級と2級と3月の試験って例年やってまして、えー、今回の試験もそうでねで午前中3級で午後2級みたいな形ですから両方まあ 受験できるっちゃ受験できるんで少、えー、数派かもしれないけども、えー、3級と2級と両方、えー、チャレンジされる方もいらっしゃることはいらっしゃるんですねただあの一般的にはやっぱ体力的にしんどいという面がありますので、えー、まあ,あのどちらか受けられるという形が多いのかなという気はしますあのいろんな方見ててね で3級を取られてから、えー、次に2級受けられるとかが、まあ、一般的には多いですねただまあね時間がすごくある方で集中して勉強して、えー、両方取ろうかとかある程度その力のある方で、えーね、こう両方2級メインだけど3級もチャレンジしとこうかっていう人もいらっしゃるんでまあいろいろなっていうところはある,あるけどね。ただその物理的にこう ね、こうしんどいっていうのがあるんで、まあ、一つあの今からしゃべるお話の中で、えー、3級なのか2級なのかどち,らどちらかにしようかっていうふうにもし迷われてる場合とかはね、えー、参考にしていただきたいと思いますね。一通り、えー、3級2級の順で、えー、お話ししていきますのでね、えー、そういうところです。 であの早速あの産級の試験の概要と講座の内容についてお話をしますとリーフをねちょっとめくっていくとリーフの4ページで書いてるところに産級試験の概要が載っておりますのでちょっと画面上出しますね。えー、こちらの方です。 えちょっとこれ画面を映してますけどもいつもこう僕はあのこういう説明会するときにあんまりなんか自己紹介しないまま進んでいってしまう癖がありまして <laughs> もといって感じですけどねあの通常僕はあのご存知かもしれませんけど社ロシの講座の方をね、えー、関西地区で担当してて特にあの神戸で講義していることが多いです。 でまあ、神戸と梅田で講義をしてましてで2018年向けの講座でいうと神戸で本論講座を担当しててで、えー、上級講座という最受験者向けのの講座を梅田の方で、ねえー、担当しておりますで昔から僕はあの年金がすごく好きだったんで、えー、年金アドバイザーの講座の立ち上げから収録。 それから教材の作成、えー、担当させてもらってまして、えー、年末の試験の季節になるとねもうずっと長年やってることですけど、えー、もうライフワークみたいなもんで、えー、講義の方をねずっとあさすさせてもらっているとそういう感じなんですね。えー、よろしくというねとこですね。あの人事ご紹介の順番ちゃうで言われたけどねあのえあの大野と申しますので。 何卒よろしくお願いいたします。で、えー、話を3級の講座に移しましてあの1年に2回あるんですよね実はあの今回2018年の3月の試験のこうご案内ということになるんですけども10月と3月とその2回試験あるんですよね1年に2回あるんですよ。 2級は1年二回だけやけどね3級は年2回チャンスがあると。で3月4日のね試験で午前中なんですよ10時から12時半昼から2級の試験があだってね両方受ける人体力大変みたいな話なんですけどで、えー、この,あの部位を見ていただいているタイミングがいつなのかってところはあるんですけどね。 あのまだ先々の人見るし近づいてる人見るかもしれないけどねあの申し込み受付期間願書の受付期間が1月の5日から1月の18日まで2018年ですけどねで1月18日って書いてるのはこれはもう必着なんでねその紙ベースで願書を送られる場合は ついいいかないといけません、ね、で23時30分で書いてるのはこのホームページから銀行業務検定協会のホームページからネットショッピングするような感じでねお申し込みできるんですよ。でこうギリギリこうホームページ上でスムーズに申し込んだとしてねギリギリこの時間までということですねだあまりギリギリリなるとね。 なんかパソコンがフリーズして実はダメだったとか怖いですからねですからまあちょっと早めにやっぱり申し込んインターネットで買い物される機会が多い方とかはまあ,あのホームページから願書のダウンロードとかもできますので郵送ううのやり取りもいいんですけどもまあ断然こうウェブページ上からホームページ上から申し込むのがね こう楽だなと思いますね。まあ、クレジットカードで決済してもそこで申し込んでしまうのが一番簡単なやり方かなとは思います。まあ,あの郵送でお申し込みされる場合は、特にこう早め早めでいかないとえ必着です。必着ですからね。ってとこです。まあ、あのホームページからお申し込みされる場合もね。まだ時間がある言うでゆっくりしてると。 例年まあ例年とは言わないけどあの何年かに1回やっぱいらっしゃるんですけどあの申し込みの期限勘違いしてついつい、ね、こう気が付いたらあ時間過ぎてしもうてたみたいな方いるんでね、まあ、その段ちょっとあの間違わないようにねご注意いただきたいと思います。まあ、あの試験の情報全般にあの ここのホーームページアドレスあのもっと簡単にあの銀行業務銀行業務検定で検索してもらったらすぐ見つかると思いますけどねでホームページ上から、えー、お申し込みできますのでまあこれはちょっと是非覚えておいてくださいというねことです。あの,小座の説明すするんですけど 講座を受けていただく以前にねこう願書を出せませんでしたってなったら悲惨ですからね、えーまあ、その辺ちょっと注意ですよね。であとはあのその下、えー、見ていきまして3級、えー、のその試験なんですけども全部択一なんですね。あのだから割とおとっつきやすいと思います。で択、えー、一でですね30問 基本の問題が出てそしたら書いてますね30問基本的な問題でで事例問題で20問なんですよ。で全部で50問あって6割以上6割以上で合格です。で正直あの基本の問題はすごく優しいんですね。ですから全くのこうゼロではなくて。 社労士の勉強されてたり年金の知識が多少こう備わってる方だとしたらねだとしたらもうこれ爆弾発言ですけどあの講座を受けらられなくくても自力で6割ぐいいは届くと思いますねおいおいって話なんですけどねあのこ講座を受けなくても」って言うてるみたいな感じで聞いてるかもしれないけどねあのいやそうぶっちゃけそうですもん。 ね、そんな嘘言ってもしゃないもんね。で、ただここから大事なんですよ。あの事例問題がなかなか大変なんですよ。20問ある事例問題が、だ結局そのギリギリ6割取っても事例問題が全然できなかったら、結局何やってんのかようわからんって話ですね。特にあの社労士受験される方で、えー、年金の手こ入れで ネアドの勉強をされるとしたらね、まあ,あの点数取って合格するっていうのもいうのはねそ結果としては必要なんですけども、本当の実力をつけないとこう時間効率良くないですよね。だから事例問題で得点できてなんぼなんですよ。でその事例問題の対策を特に講座では重きを置いてやる予定なんで、だからあの。 まあ講座を受けてほしいっていう話なんですけどね。事例の解き方を一から十まで喋りますので。で、講座を受けていただいたのであれば、まあ六割は。ええー、楽勝でね。八割九割、全然、えー、届くと思いますので。で、特にあの社労士やってる、社労士の勉強やってる方に対してはね。非常に悔しい思いされて。えー、こう複数年社労士の。 えー、受験にチャレンジされてる人もいると思うんですよ。で、勝ち癖をつけてほしいっていうのはすごくあるんですよね。だから、あのギリギリ6割ちょぼちょぼとかじゃなくて、本当に9割取るぐらいの気概で気持ちでやってほしいんでで。まあそのためのまあ講座というかね。こう社労士やってる人とかだとすればね。講座を受けていただくことで、ごつい移転いい数を取っていただく目的がある。もちろんあの。 全くゼロベースで勉強されてる方であればやっぱまずは6割でさらにその上の7割8割あたりをこう伸びていけばいいかなというところですので全くこう初めて年金の勉強される方も3級の試験って全然受けれるんでねで講座も一から丁寧にしゃべりますのでそこはその出発点の違いでこう目指す点数は変わってくるかなというところですね。とにかくあの 事例のところをきちんとマスターしていただけるようにあの講義するあのつもりです。であとはあのちょっとあの説明会用に持ってきたものがありまして画面の方の提示だけでちょっと見ていただこう思うんですけども、あの基本の問題がまあこんな感じということです。これはあの過去問とかではなくて、えー、予想問題。 ですね、10月の産休試験向けで僕は作った予想問題で,、まあ、でこんな雰囲気っていうことで見てください割とまあ短文の問題で、えー、統計的なものが最初の方に出てであと問題がずっと30問基本の問題続いていくんですけど、えー、老齢基礎年金について誤っているものはどれかとかねそこまで長くはないですよね。 こんな雰囲気っていう感じですけどね。ですから、あの社労士の勉強をされてたり年金の知識の素養が多少ある方からすると、あのちょっと経験積むと優しく感じるレベルかなというふうには思いますね。むっちゃこれが難しく感じるかって言うと、ご経験ある人とかは。 そこまで難しいと思わないと思います。で、初めて勉強される方も年金の知識を身につけていくと、普通に解けるレベルだと思うんですよ。で、ただ把握石ちって基本の問題を暗記しまくって得点しまくって合格しても事例問題できてなんぼでしょう。で、事例に関してはこれもあの僕が作った予想問題なんですけど。 例年、ねまあ、こんな雰囲気だということですね、えー、年季の歴がこう示されててご夫婦の年季の歴が示されててでそれぞれについて聞いてくるこれちょっと大変そうでしょこういうのがねなななんとなくおって感じでしょ雰囲気ですけどね。ただ、まあ、そうは言っても 誤ってるものとか正しいものを選ぶ問題やからまあ全部各2級に比べ二級試験に比べるとね消去法で何とかなるっちゃ何とかなるんですけどね内容としてはね。でその下行きましたその下というか事例問題の続きでねこんな感じでその計算過程を選ばす感じなんでね 最近の社祝試験はでも、ね、こういう感じのことを聞く感じ,が感じもありますけどねこういう感じなんですよ。で、えー、結構し,し,んどいしんどい試験だぞって思われたかもしれませんけど講義の中でね特に図とかをいっぱい使って講義しますので例えばこんな感じなんですね。先ほど見たような 事例系の問題の対策をしていくんですけどもこうこんな感じのね具体的な図を画面いっぱいに示して書き込んだりしながら皆さんに説明を展開していくという感じなんで,で1から10まで解き方を説明しますからねまあ事例問題できるようになっていただくということが一番講座のメリットかなというふうにはね思っております。 でちょっとまあとりともなくちょっとお話ししてる感じだったんですけどねあの産業試験に関してどなたに向いているのかっていうまとめをいたしますとあのまず社老子の勉強してていいる人には絶対受けたただきたいですねその初めて社老士の勉強をされてる方とかだとすると年金科目の勉強が時期的にこう、えー、だいぶ後だったりです ね、こうカリキュラムの編成上、えー、こうずいぶん後に年金の勉強されるケースもあると思います。で年金のことはまだ全然勉強もしてないしいきなり年金アドバイザーなんてちょっと勘弁してくださいってなんか言われそうなんですけどねどっちみちやらんとあかんのでねでどっちみち事例系の問題克服しないといけないからね。社試験自体が 事例系の問題が多いんですよ最近でその対策の特効薬としては年金アドバイザーの産級試験の対策の事例の問題やることですねえこれがすごく今の社路試験の傾向に合ってるんででしかも社路試験って70問卓一の問題があって20問が年金ですから国民年金10問厚生年金10問ですからね 70問中20問の年金をいかに克服するかが、えー、もう本当勝負の分かれ目なんでね。まああのシャロの勉強は初めてだからちょっと勘弁してくださいとか言われずにねやってほしいですよね。あのシャロの受験で再受験の方とかが、えー、年金の理解の重要性を感じられて年アドの勉強をされるケースはまあまあケースとしては多いんですけど。 もちろんね、歳出権の人に年金でね失敗しないように得意になっていただくためにやっていただきたいんだけども、あの初めて社労士の勉強をされてる方についても声を大にしてね年額三級試験および年額三級の対策講座ですねお勧めしたいと思っております。で、僕自身があの社労士の受験講座の担当しているもんですからどうしても。 シャロシ試験の方向からのアプローチになってしまいましたけれども全くこうゼロベースでご自身の年金とかにご関心があるとかえこうこう短い時間で集中して勉強して何か資格取りたいなって思っている人とかにもすごく向いてます。というのはあの講義自体全くこう1からほんゼロからというか1から。 組み立てていきますので全く初めて勉強される方でも抵抗感なく勉強はしていただけると思いますのでですから、えー、本当に小学のの方方から、えー、経験者の方まで非常にに口の広いい資格だなという,ふうには、ね、思っております、まあ,あの選ぶ試験なんでね消去法で何とかなるんで非常にそこはやりやすい試験じゃないかなっていう気はね、えー、しております。 であ,とですね、あの講座の体系というか産級講座の特徴をお話ししておきます。こちらリーフのね05ページって書いてるところに入れておりまして合格パックのご案内をしとこうと思うんですよね一発目に年金の仕組み講座っていうのを設定しててでこれは全くゼロベースの 方を意識してます基本の基本を1回の講義でお伝えをして、まあ、ウェブで受けられる方限定なんですけどねでその後6回の合格講座というのを設定しててあの合格講座の初回でしゃべるような内容は年金の仕組み講座に入ってる形なんですけども、まあ、基本的なところは何回も見てもらった方がいいからね仕組み講座で基礎がっちり固めといて。 で本格的に6回の講座で完成させていくと。で、えー、それを終わりますと「えー、三級陶錬」本試験と、ま、全く同じ時間で全く同じ分量の試験の問題を、えー、用意しまして本試験と全く同じ感じの問題をね僕の方で作成しましてで「陶錬」って書いてるんですけどもその時間は時間は 2時間半講義はね2時間半2回講義をするんですけどもあの問題自体は皆さんの方であらかじめ本試験と同じ時間を測っといてもらって2時間半測ってもらってね1回あの模擬試験のようなつもりで解いてもらってその上で解説講義を見ていただくと。今までこれはあの 1>, 1回しかなくてもう母いながら僕喋ってたんですけどね今回回数もう一回増やしましたんで当連の解説講座で完璧に仕上げる感じにはねなります。であとはあのちょっと講座の進め方的なことをお話ししておきます特にこの6回の合格講座がメインなんでそちらの話をしますと基本的にですねあの インプット教材はオリジナルの講義テキスト120ページ程度のね講義テキストは僕の方で作成してましてで僕が作った教材でインプット講義を進めていってである程度こう切りがいいとこまでしゃべったらそこに対応する事例問題をこう入れていくと。 事例問題を入れるときに解説するときに主催者が出している過去問集年期アドバイザー3級の,その問題解説集っていうのを使って直近の過去問を使って事例問題を使って解き方をお話ししていく形にします。あの過去問集に関してはその基本の問題を逐一説明するわけではなくて事例問題をね特に取り上げて。 皆さんに講義してやり方をお伝えしていくふ、まあ、普段の学習においては、えーまあ、あの勉強あの学習がね講義で進行したところから順に過去問をね皆さんの方で潰していってもらったらと思うんですけど事例問題を特にね長期の事例問題を講義の中ではね取り上げていく形にはなります。でちょっと注意がありまして 教材としてですねオリジナルの講義テキストでインプット講義をしてである程度キリがいいとこで「老齢年金ある程度しゃべったから老齢年金の問題やりましょう」「障害年金ある程度しゃべったから障害年金の問題やりましょう」みたいな形で直近の事例問題潰していくんですけどその際にここに記載されてるんですけども「年金アドバイザー」 三級問題解説集三月受験用2018年3月受験用こちらのこう教材をね使,い使うんですねでこの教材自体は大きい書店さんとか行ったら普通に本屋さんにこう並んでたりするんですけどもあのこれレックの方であのご用意させていただく教材になりますので。 え本屋さん行ってご購入してしまうとお金もったいないなう話ですよね、えー、レクで講座申し込まれたら僕が作ったオリジナルの教材とえ試験の主催者が出している過去問集は皆さんの方にお渡しする教材になりますので受講料の中に全部セッティングされている形なんでこう買ってしまってねこうあらかじめ本屋さん行ったら何かあったんで買ってしまって。 でね、あのレックからも同じものを頂い,いてああやってもうたみたいな感じだったらね本当申し訳ないんで、えー、まあこれはあの本屋さんでどんな感じなのかなって見ていただくのはいいと思うんですけどご購入はレックの講座申し込まれる場合は控えといてもらってね、えー、まあこの辺は書いてある通りですよね、えー、通信制は一緒に発送します。 通学生の方には「教室でお渡しします」って書いてますのでえあの注意してくださいっていうところですよね。ですよね。であとはあの小木の中でね毎回ではないんですけどあのところどころやっぱり計算系の話がだんだん入っていくから電卓がないとちょっと小義聞いててもなんとなく、ね、電卓使ったりもするんで困ると思うんですよね。でまあ、手に入る こういういね普通の本当ごくごく普通の電卓ですけどこれぐらいの大きさの,あの電気屋さん行ったら1,000円ぐらいで売ってるんじゃないですかねあの普通の電卓用意してもらってで携帯型のちっちゃい電卓だとこう打ちミスとかし,しがちなんでちょっとまあ大きめ手に 馴染むやつね普段使ってるやつがあったらもうそれで十分ですけどね、えー、まあそんなあのこう高級なやつじゃなくて全然いいんでねもう普通の電卓をご用意いただきたいと思っております。まあ、教材はねあの僕が作った講義テキストと、えー、銀行業務検定協会が出しているう書籍ですね、えー、問題集、えー、まあこの2つでやりましてあとはまあ,あの 先ほども見ていただきましたけどこういうその横書きの図解のレジメもあのお渡しするんでえ過去問の解説する時とかに対応する図はえ画面上見ていただきながらやりますので視覚に訴える講義ですねえ展開していくんでまあぜひぜひよろしくというねえとこです。でえあとはですね 3級の話中心でお話してきましたけど2級試験についてお話をいたします。リーフの06ページって書いてるページですけどね3月の試験になりましてで昼からなんですよねだ午前が3級で午後が2級でっていうことで,で2級に関しては 1>, もう1年に1回だけなんですよこれに関してはね。ですねで時間長いですねこれね3時間180分ですよね3時間の試験でそうしたら書いてますけど記述式10問ということでたった10問かって言われるかもしれないけどねむっちゃ時間かかるんですよほ本当に。 全部書かないといけないからオール記述だからねだから難度はぐっと上がっちゃうんですよだから三級の試験のその事例問題は選ぶんでまだやりやすいんですけどもあのこんな感じっていうのでちょっとご紹介するとこれはあの去年の二級試験二級対策講座の二級講座のね当連の講座で僕はあの作って、えー 講義の中で使いました予想問題の一部をこう画面上見ていただいてるんですよね。見てくださいね。月数全部数えなさいって書いう言っててね。で、その数えたやつを使って年金額の計算式を全て書いて出さないといけないんですよ。だから月数数え間違ってるとドミノ式で間違っていくんですね。 であとねこう繰り下げた場合どうなるんだとかねうん老齢厚生年金の金額も計算しろとかでねこう手続き的なことのその期限的なことを書かしたりだとかもういろんなことを聞いてきてで、えー、書いていただく感じなんですね全部ね。で 予想問題の講座で使った問題もう一個ぐらい、こう雰囲気見てもらいます。ややったあと長いでしょ。<laughs> これね、ああいや,やだなって思われてしまいそうですけどね、これね。在職老齢年金の問題とかも本当に一から十まで書いて、えー、説明してみたいな問題なんですよね。基本月額総報酬月額相当額算出の上、 計算式を示して、受給の月額を出してくださいとかね。あと、高年齢雇用継続給付の要件とか、金額とか、そういうこともちょっと聞く。問題も多いんですよね。ね、非常に、あの。事例文自体はすごく長くて。で、証文自体が結構多いんですよ。で。考えてくださいよ。百八十。 分で10問で問すだから1問あたり18分って結構しんどいんですよね。1から10まで自分でで書いいいいて答え出さないといけなとけけわしょうでこうもう本当にスムーズに解いていかないと、えー、考えすぎたり、ね、こう消しゴムで消しまくったりとかしてるとなかなか時間内に終わんないですね。 もう一発でピタッとこう合わせていかないとね、もういろいろ深く考えているよりも手が動かないと間に合わないですね。ですから三級の試験に関しては講座の位置づけはあのもちろん合格していただくということは第一義的な目的なんですけれども、あのイ、e、テ数を取っていただくという目的あるんですね。講義を受けていただいて事例問題サクサクできるようになって。 え、6割とか言わず、もっともっといい点数を取っていただくことを目的にしています。で、2級の試験に関して言うと、結局はあの全部記述なんで点数が読みにくいんですよね。ですから作業をしっかり練習していただいて、とにかくあの時間内に60%に届く。答案を書いていただけたら合格なんで。 場合によっちゃなかなかねこう丸まんま捨てるっていうのは心苦しいですけども、えー、問題の取捨選択とといいうところも必要になってくると思いますねこうどう考えてもこれちょっと取,り取れないな取れないなっていうところはもう部分点狙いみたいな感じになりますからで確実に取れる問題でミスをしないで点数積み重ねていくと、えー、60%届くということです。 だから全部の問題完璧に解けなくても180分の中で6割得点できる答案を書き上げてたらもうその段階で合格なんでねですから高い点数を取るという感じじゃなくて何とわかんとか時間内にたどり着いていただく6割たどり着いていただく、まあ、そのためのこうスキルを高めていただく。 目的という感じですかねあの講座の目的としてはねちょっとそういうところです。でもう一回画面の方ね切り替えてお話しますけども、まあ、昼からの試験でですね3月4日の昼からの試験で,、ね、で願書の期限は、まあ、先ほどと全く一緒なんですよね。ですから、まあ、この辺は 絶対に遅れるとね、本当におしまいなんで、えー、まあホームページ上からクレジット決済でさっと申し込むっていうのが一番楽だと思う,思うんで、まあそれをお勧めしますね。えー、まあ、が書をダウンロードして送られるような場合は、えー、余裕を持って、特に特にこう早め早めですね。もちろんそのホームページからお申し込みする場合もね。 さっきも言いましたけど、あのまた時間あるわ。思ってたらね。日にち勘違いしてました。っていうオチがついたらシャレにならないからね。まあまあ早め早めにお願いします。ということです。で、えー、あともうとにかくあの電卓はないと話にならないですね。3級の試験の場合は、あの電卓を試験場に忘れていく人はまずいないと思うんですけども、万が一電卓を。 持っていくのを忘れても消去法でどないかできますね力があったらで二ケロ試験に関しては電卓忘れていったらおしまいだと思うんですよもうひたすら数えて計算してでそれを答案にまとめていく作業でしょで電卓使わずにどうやって計算するねんみたいな世界ですからその間にこうねこう暗算が、えー、電卓使うより暗算の方が早いですっていう 算数の天才みたいいいなな人そんなにいないと思うんでねもう僕も文系なんで、えー、算数苦手でねで伝託なかったらえらいこっちゃって話ですからね、えー、まあその辺は頭入れといてくださいというねことです、まあとあはも大体言ってる話もあ,りあるとは思うんですけども180分がまあ時間でで特段,特段6割で合格なんですよ。 だから時間内に6割たどりつければ勝利という感じの試験ではありますとそういうところですね。であとはですねあの講座についてお話をしますとこちら2級合格講座6回の講座になってまして2級も3級も今回の今回 今回のの講座から2時間半の、ね、設定で以前3時間でやってたんですけどねあの2時間半で、えー、こう凝縮してしゃべった方がいいかなという感じでね今回の講座は2級も3級も2時間半一コマという感じにはなっております。で6回の講義で進めていきましてで3級の時と一緒でねある程度 講義テキストでオリジナル講義テキストでインプットしたら、えー、まあ該当する問題やりましょう、直帰の問題やりましょうっていう形で、まあ問題をね、えー、事例問題を問題集から引っ張ってきてお話をする形です。で、そのまあ問題集に関しては、えー、先ほどもねお話ししてますけども、えー、教材の中に全部入ってますので、まああの。 ぜぜひぜひ本屋さんでさっき問題集買って教材の中に入ってましたっていうことはちょっと避けていただきたいですねそこは特に特に注意しとかないと本当に申し訳ない感じになっちゃうからね。3級ののと基本的に同じですその話はね年金アドバイザー2級の問題集ですね。2018年3月試験向けの 問題集がね、えー、教材の中にセッティングされてますので、えー、書いてますかね。ここにちょっと字がちっちゃいんであれですけど、ここですかね。年金アドバイザー二級問題解説集二千十八年三月受験用を使用します。で、で、えーね、こう書いてる通りで教材の中に。 これは全部入れてますので、えー、本屋さんでご購入する必要性はないということです。オリジナルのテキストと主催者が出しているまあ過去問集の位置づけですけどね。それを使って講義の方をね展開していきます。で、6回の講義で一通りインプットをし終えますと、二級登録ということでまあ登録講座つけてまして。 2級合格パックでは、ね、当然講座もつけてましてでこれはあの60分で4問問題用意してるんですよ。で60分で4問問題解いていただくでそれをこう3回セッティングしてます。めっちゃしんんどいんですよ60分で4問ということは1問あたり15分ですよね。 で二級の試験本試験自体百八十分で十問ですから一問あたり十八分なんですねで一問あたり十五分というのは本試験よりも厳しい設定で、えー、もう本当破いながら間に合わない言いながらと得るような状況になります少々あの皆さんに無茶ぶりしてる時間の設定なんですよででもそれぐらいの こう追い詰められた時間設定をしていただかないとこう危機感が出てこないと思うんですよねゆっくりやったらできますわじゃあ絶対ダメなんであの時間がなくなることの恐怖ね社労士の受験経験してる人とかよくわかるかもしれませんけど時間がなくなってくると普通の精神状態じゃなくなりますからね。 で時間はなくなってくるわ問題解かなあかんわ書きまくらんとあかんわでしょうあのミスしまくるんですよ時間なくなってきて。またその時間なくなるっていうのはこう手が進むこう図を書いてある程度当たりをつけて問題を解いていくスピードですね。その元々のととスピードが遅遅い要するに遅いということはまあ自信なさげに やって繰り返し繰り返し見ちゃう。元々のこう。正確性もちょっと低いケースが多いんですよね。だから、その割とこう手早くできる方っていうのは本当に作業が身についてるというか早く解ける方ほど、なんか正確性が高い気はするんですよね。で、どうやったら早く解けるのかってによく聞かれるんですけど、書いてください。としか言いようがないよね。 何回も何回も書く練習を愚直にやるしかないです。ですから、あの通学講座で。えー、ね、直接こう、生講義で講義する機会とかのことを思い出すと。今すごくこう。雑記帳とかにいっぱい、あのう、書く練習してる人とか見てるとわかるんですよね。こう、講座始まるまで。の間、なんか自分で。 復習とか予習とととかかか予されてている人とかいて、ね、で質問持ってこられる方とかも何か持ってるノートとか見たらすごく書き込んでると計算過程とか自分で書く練習をしてる形跡があるでそういう方は合格すると思うんですよ。で結局その2級受けられる方ってそれなりの実力者で、まあ、それなりのというか相当な実力者の方が多くて社労士受かってる方とかで受けられる人多いからね。 だから、一緒に力がある方多い、多くて。で、大体のことは分かってるんでしょうけども。あの、分かってることと。正確な答案を書くことは、また、ちょっとズレがある。ですよね。分かってないと。正確な答案は書けないと思うんですけど。分かってても、その作業をおろそかにすると、手が動かないんですよね。まあ、ちょっと話が変わって、あれ、あれですけども、あの。 最近はまあ僕も皆さんもそうだと思いますけど、パソコンを使ったりこうスマホをね、もう日常的に使うじゃないですか。で、こうなかなかこう直筆で漢字書かないでしょ。僕も皆さんもそうだと思うんですよ。パソコン打ちは全部変換されてねこう候補が出てきてパチ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 あの打ってきゃいいんで、あの漢字の読み方自体は 読めるんですけど、ね、こう直筆で書くときにあ出てこうへんとかなって、ね、スマホとかパソコンの画面見てねパチパチパチでああの漢字、えー、書いて「ああここの漢字や」みたいなこ,こんな感じでしょうかねパチ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 お見,て見た感じでねこ,こんな感じで <laughs> あのな,なんか変な伝わったかなっていう感じなんですけどねこ,うこ,うこんな感じでやったりパチパチパチパ,チパソコン打って。 でね画面じーっと凝視してああそうねみたいな感じで <laughs> で漢漢字書き写すみたいな感じでしょなんかそういうとこあってあのアナログに書くことをやらない限りは、えー、書くスピードであり書く正確性って絶対生まれてこないんですよねでも書くのってしんどいでしょだから聞いてたらほうがら楽なんで、えー、なんとなく作業をほとんどしないとか。 おろそかななりがちなんですよでもそれだと通らないですのであの時間内に6割届く答案を書かないといけないからねでその危機感を持っていただくための、えー、当連講座といいう言い方もできますね60分で4つ問題解くって結構大変ですからねでそれを3セットやりましてだから全部で12問なんですけどこう特にあの例年 これは出るという問題をピッックアップして作っだますマニアックな問題とかじゃなくてあの10問問題があってね5つぐらいはレギュラー問題なんですよ5つぐらいは。でそこでいかにきちんと得点できるかが6割届くかどうかの分かれ目なんで、えー、こうマニアックなところも含めてまんべんなくという考え方を全然してなくて。 確実にここは出るというところを集中的に十二問取り上げて作業する練習をしていただくとそういうあの講座になりますね。ただその作業していただく練習っていうのはまあご自宅で基本的にはやっていただいてで講座講座に関してはもう解説部分のみ八十分の解説講義各回につけてますのでただまああの六十分時間測ってガリガリ こう、本番のつもりで、時間測って解いていただくってところはすごく重要ですね。で、あの、正直。あの、愕然としていただくことを狙ってるっていうところあるんですよね。あ、こんなに時間足りないのかって思っていただかないと。こう、書くことに目入らないでしょ。わ、時間ない足りひん。書く練習せなやばいって思っていただくことが。あ、それは合格につながるかなと思ってね。 ちょっとある意味無茶ぶりって言われちゃうような設定にはさせてもらってるんですよね。そういう意図でやってるとそういうことですね。であのちょっとまとめになりますけど、あの二級試験に向いてる方はどなたかって言うと、えー、まあこれは社労士合格者もしくは社労士合格者同等の実力者の方、三級試験合格されて、えー、こうある意味もう 三級試験合格余裕,や余裕やなみたいな感じでね、えー、力がすごくある方ですね書くことを伴うから、えー、実力者の方が受ける試験ではないかなというふうには思ってます。であとはあのご相談として時々あるんですけどもあの社老士の受験生の方でもうすでに三級の試験合格されてる方もいらっしゃるんですね。で社老子試試験験がやっぱり難しい試験ですから 複数年受けけていららっっししゃゃるる方たくさんいらっしゃるわけですでもう3級も通ったし次は2級しかないしえ社労士の勉強をしながら2級の勉強をしたいんだけど、えー、大丈夫ですかねみたいなご相談というのも結構あるんですよ。でぶっちゃけお話をするとですね今の社労士試験っていうのはこう各タイプの試験ではないんで。 社労試験は選ぶ試験でしょう。だから各練習をするということは社労試験の傾向からすると問題の内容からするとちょっとず,ずれ感がある,あるんですね。ですからあのお時間がもう全然なくて社労試験の勉強で時間取るので精一杯だとすればね、なんか無理にやってくれっていうことは僕はあの言わない感じなんですね。社労試験の。 え大変さ分かってるからね。時間がないっていう人に無理して頑張れっていうのは言いにくいんですよね。まあ三級に関してはもうこう試験のえこう形式内容がシャロ試験と合致するから、三級はもう絶対受けてくれってシャロ受けてる人には言うんですけど、二級に関してはあの無理にお勧めはしていないですね。ただあの受けられる方がたくさんいらっしゃるのも事実で。 あのモチベーションを上げるためにチャレンジしていただくそういうつもりであれば僕はいいんじゃないかなと思ってるんですね。というのはあの社労士合格した人も受ける試験で2級の試験というのはでちゃんとやってなかったらボコボコ落ちるわけですよ。でその難度の高い試験に取り組むことによってご自身のこうモチベーションを上げてもう年金はどっからでもかかってこいみたいな形に成長するために。 いいこう書くことをいっぱいやらなければいけないしんどさは百も承知ということで受けていただくのであればね、もうこれはもう本当にウェルカムというね感じですかね。モチベーションを上げる多少ちょっと社ャー試験との傾向は違うってところはご理解いただいてね。ただモチベーションを上げてより深い知識を身につけて、もう誰にも負けない年金の知識をつけてやるぞっていう気概がある。 あるのであればね、えー、まあお時間苦面してな、えー、頑張ってほしいなというふうにはね思っています。まあ僕のちょっと考え方なんですけどね、そういうところです。一応あのー、ざっとお話しした形なんで、まあ三級にするのか二級にするのかがすごく迷われている方もいらっしゃると思うんで、両方受けるというのもありありではあるんですけど、どちらにしようか迷われている場合には、まあ僕は今ここまで喋った話を参考にしていただいてね。 社労士の受験生の方であり全くのゼロベースの人は3級おすすめで社労士の合格者もしくはそれ同等の実力者の方3級試験合格者で力のある方は2級試験がおすすめかなというふうにはね思っております。であとまあ,あの願書の締め切り期限にとにかく気を付けていただくということとそれと。 あの教材に関してはレックの講座を受けていただくとその主催者が出している問題解説集はえセッティングしてますのでね是非本屋さん行ってえご購入しちゃうとねああもったいないって話になっちゃうからまあ気を付けていただくっていうことね。で2期も3期の講座も講座を受けるにあたっては電卓はねえ 最初からガンガン使うという感じじゃないかもしれないけどあの常に手元を置いて何、えーね、かあったらすぐ計算していただくという感じですから電卓を用意していいただくととうことですねであの最後にあの僕の,、まああの講座をやるにあたっての僕のモットーをちょっとお話ししたいと思うんですけども、まあ、分かりやすい講義をするというところが一番 講義する上で心がけていることなんですけども、視覚に訴える講義、わかりやすい講義をするっていうのが僕のモットーなんですけども、ネアドの講座に関して言うと、特に年金好きになっていただきたいっていうのが一番ですね。なんとなくこう年金ややこしい、しんどいと思っている人が結構いるわけですよね。社労士やってる人とかの中中で特に見てるとね。 ただあの年金というのはお金の話でありで人間くさい話なんですよね今までの人生の経験がいろいろあってそれが年金額にこう結びついていくというところですので、えー、年金というのはこうお金の話であり具体的な話であり人間の話なんで、えーまあ、事例やると結構面白いはずなんですよ本来ね。 だからあの年金アドバイザーの講座をきっかけに、あ年金面白いな、あ結構あのできるやん、面白いやん、あ自分に合ってるかもっていうふうになっていただきたいと思ってますね。あ年金なんか好きやなって思っていただくことがまあ、合格に直結すると思ってるんですよね。結果として、で年金の勉強することが全然億劫にならなくなると。 もうし、ね、ャろしアル人特にねそうですよあのもう年金のテキストは鋼鉄のようにねこうひ開かないっていうね鋼鉄ってど,どんなテキストやねんって話ですけどこうね開かないみたいな感じに、ねえー、なってほしくないんですよね、えー年金のテキス。年金のテキスト教材が軽くなっていくっていうかねあ面白いやんって思っていただきたい年金好きになっていただくための 講義だと思ってるんで、ねまああので年金続きをたくさん作っていきたい思ってますのでね、えー、またあの講座の方で皆さんとお会いすることをね、えー、楽しみにしております。えー、それではあの私の講座説明会ねこれで終了いたします。皆さんどううもありがとうございました